はい。それじゃあ、魔法同盟、ゆっくりやっていきましょうか。今日から、ボスイベかな。今日もね、ちょっと、夏用のテストでございます。テストばっかりね。はい。で、一応下の方は、なんかぼちぼち、バイト帰りに終わらせました。で、今残ってんのは、こんな感じなので、闇の印食べようか。ラスト1個ね。闇の印を食べながら、森の4以上？森の4以上やってみよう。バスにね、あんまり乗ってなかったらやめようかなと思ったんだけど、意外と、今ね、ほら、乗ってんのよ。だから、やっちゃえ。よっしゃ。まあ4人、まあいいや。ね、押しときましょう。はい。とりあえず一戦やって、出れば、最初のあれ、残ってるでしょ、きっと。さあ、学者さんは、私が頑張りましょうか。ね、一応、あ、これ、残りが。うっそ！堂々で逃げられた。しかも、強烈飲んでんのに。ショック。よいしょ。ああ、これちょっとうるさいかな。そうか。今日ね、もう夏になったら、さすがにクーラーかけないと、まあまあ、部屋自体が暑いし、かつパソコンがね、あるわけですよ。とてもじゃないけど、オーバーヒートしそうなんでね。で、クーラーは、この部屋前も言ったかもしんないけど、室外機が置けないんですよ。置こうと思えば置けるのかな。ただちょっと工事の難易度が高いみたいなんで、今は懐かしい、なんていうの、室外機のない、かけるようなやつね。を、手に入れて、かけて使っているのよ。温度はもう全然下がっても、で、まあそれクーラーだけね、そういうやつだからクーラーだけなんですけど、バッチシなんですけど、ほら、換気するのにさ、換気っていうか、つけるときには窓を開けなきゃいけなくて、で、こうやってやって多分今、音鳴っちゃってると思うんだけど、そう、それとあとクーラーの音ね。がどのくらいうるさいかをテストさせていただいてます。これでうわ、これ、この音ね、この音。絶対うるさいよね。一応、キャンセルは入れ、あ、ノイズキャンセルは入れるつもりなんですけど、あれ？教授さん？頑張ってる？闇払いさん入らない？ まあいいや。森音だからね。通用するでしょう。いや、これはうるさいな。どうしよう、夏。去年まではね、意外と外撮りしてたかな。まあしてたと思う。メガネはいいんだけどさ、この前も見直したんだけど今、前から光も当てちゃってるから、光るね。ほら。光るのはいかんね。下向くと大丈夫？下向くと？なんとなく大丈夫。ゲームやってる、戦ってるうちは大丈夫だね。こうやって前向いたら、ピッカピカ。今日は、そのバイトから戻ってきて、朝に、このね、事務所スペースのクーラーじゃなくて、メインのクーラーを、あ、2つも出てる。あ、両方だ。
どうしよう、これ、 どっちもなくならないよね。じゃあこっち側から、はい、まだ今4つ、え、今1回だから、あとは3つだよね、森の4ね。アラゴクだ今回。何、バジリスクかアラゴクかだったね。その時はね、追ってる時はもうバジリスクしか出なかったですね。バジリスクは皆さんどうですか、終わってますか。私結構ね、終わってないのがあるから、もうこれ逃げたいんだけど、あんまり荒ごくいらないの。そんなこと言っちゃいけない。ちょっと早く終わらせなきゃね。ああ、終わらせときゃよかった。しくじった。ね、書店に使いなさいっちゅう。ケチケチしちゃいました。いや、こう、座ってさ、こうやってやる分には、もう全然苦痛でも何でもないんですけど、時間さえあればね。外はね、寒いうちはもう2月でね、外撮りの時も言ったけども、寒くてしょうがなかったし、その中で3匹ね、短くて1分、長くてさ、2、3分とかさ、もう結構厳しかったじゃないですか。で、今度夏でしょ？夏は夏でもっときついよね、暑いから。日傘ですよ、私なんて。日傘。日傘大好きですから。皆さんもね、男性も含めて日傘最高ですよ。全然温度違うから。どれする？最初日傘使ったのはね、ゴルフが好きな頃に、ゴルフ場で使ってました。全然疲れが違ったからね。ゴルフのでっかい日傘。本当は街でもね、ゴルフの日傘使いたいんだけど、さすがにね、さすがに貧縮だよね。頑張れー。アラゴク強いからなー。あ、しまった。学者じゃん。学者で入ってるじゃん。あ、でもいいんだ。たまたまだ。あ、そうだ。たまたまアラゴクくんだから、学者でよかったんだ。何が湧いてるかが分かればね、何？え、でも俺学者鍛えてないよ。そう言われてみれば。そうじゃん、学者ダメじゃん。学者どっちにしてもダメだ。でもやっぱり強いね、防御強いね。学者、学者、うん。なんだっけ、金賞とか使ってないもの。最初の上のやつも確か、鍛えてないはずよ。確かね、この前、最後見せたでしょ。ほら、この状態だもん。意外と楽ですね、アラゴクに関しては。とりあえず変えなきゃいけないね。他のやつが出てたら結構今、やばかったよね。ラッキー。一応、まあ、闇払いでいきましょう。で、これね。これは、サービス。あー、バジリスク。どうします？あ、なんかね、ヒント、ヒント。私ね、バジリスクね、結構ね、バジリスクもそうだけど、風変わりのヘビいるじゃん、ヘビ。あれとか苦手な人いない？まあ、特にバジリスクとか。なんか微妙に動くやつが苦手な人いません？そんなあなたに、ワンポイントレッスンをね、しましょう。だから逃げない。本当は逃げたいけど。おかげさまでね、一応バジリスクもね、バジリスクの部屋も終わってるから、なんか微妙に逃げるのって嫌じゃないです。そうでもない？俺結構ね、バジリスクだから、結構、いい加減にやってると、絶対車うるさいよね。適当にやってるとね、逃すんですよ。攻撃のチャンスを。どうするかっていうと、当然ね、まあやり口いろいろだと思うんですけど、標的、この白い標的を眺めてると結構惑わされるんですよ。ほら、こうやってやって。ね。ポイントはですね、その近くの、まあ、お口、だからこれで言うと顎、下唇、その、マークじゃなくて、白いマークじゃなくて、下唇を見て、それで合わせる。
下唇に合わせるといけますよ。実は顔は動いてないんだよね。顔の動きに合わせるといける。あの白いのってなんか結構微妙に何かこうそれとは違った動きをしてるのかわかんないけど、そうするとやりやすいですよ。あのちょっとバジリスク苦手だなっていう人は下唇、口の下やってみてください。あんま苦手な人いないか。え、なになに、あれ負けちゃった、何が起こった今。レッスンしたなら負けちゃった。ちょっと後で見直してみよう。ええ、プロテゴかけててもあんな負けちゃった。プロテゴかかってなかった、闇払いだよね。マジリスク。つまんねえ。やばい、今もうちょっと間を置けばよかった。あ、いや出たから、もう今日ちょっとお雑は許してね。あ、これ欲しいです。これね、確かね、まだね銀枠なんじゃないかな、実は多分。違うかな、あれ違う、いやでもそうかもしれ、そうだと思う、銀枠のような気がする。ミイラ男が嫌いで避けてきたかな。あー、これ飲んじゃうと次に繋がっちゃうか、しくじったな。まあいいや、まあいいやって。いやーマジリスクだったな。マジですか。で、あ、そうだ、多分銀枠で、ドラゴンもね結構一緒でも、このドラゴンはね別に、白いのを見ても大丈夫、あんまり白いの動かないから。でもこれも例えば、ドラゴン苦手な人は同様に印じゃなくて、例えばこれだったら鼻の穴を見てると、鼻の穴を見て、あ、まあ、鼻の穴だと分かりにくいか。で、やっぱり下唇にしよう。下唇に合わせるといいと思いますよ。下唇を見る。あの、マークを見ないで、下唇を見る。下唇かな？この場合だとちょっとあれか。まあ、下先。マークは見ないっていう感じかな。あの、その方が結構、合わせやすい分かんねえな。まあ、イーサンオカルトだと思って聞いてください。あの、苦手な人ね。あの、ドラゴンが苦手な人。よいしょ、危ない危ない。今ちょっとね、マーク見てたから。はい、あ、アイアンベリーシ揃ったよ。登録も飛んでみよう。あ、金か。あ、金だ。金だけど、まだ緑が全然ついてないから、初緑です。これで、42個、42冊って結構多いですよね。だからボスを倒して1冊よりさ、やっぱりこうボス倒すの大変だから、まあ、雑魚を倒していって、まあ、こういうイベントの時に 1番手2番手の雑魚を倒していって、まあ、ボスはやんないでひっくり返しで稼ぐ。もう最近そうしてます。あ、これね。リッチバック。リッチバック銀なんですよ、まだ。うるせえ。リッチバックだけかな？銀。あ、リッチバックだけだ。あ、マジリスク、マジリスク。よかったね、負けて。でも負けるか？マジリスクに負けるか？はい。今何冊、これもどうよ、45冊、すごいいっぱい入ったね。やった。このおじさんもね、おじさんもあんまりほら頑張んなかったからまだ緑遠いのよ。ここは行ってるね、ここは行ってて、あとマルフォイが、本と首飾り、はい頑張ります。はい、でここでやっぱりね、あれがいいんですよ、学者で入っていくのがいいんですよ、きっと。
みんなほら、多分、ボス戦だから、闇払いになってる可能性が高いじゃないですか。だから、学者で入る。どう？この作戦。ほら、闇払いで入ってたらね、ダブってたでしょ？もうこれで大丈夫だもんね。まあ、森の4だったら、闇払いさん、マスターが2人いればさ、で、あと学者がいれば、別に死んでくれても大丈夫だから。そんなに狼もね、森の4だったら強くないから。というのが、この、砦のタスクの交わし方かな。学者のマスターをお持ちの方、学者のマスターをお持ちの方は、そんな感じでやるといいんじゃないでしょうか。まあまあ、5人入ったからね、OK だけど。さあ、頑張ってね、みんな。どうすんの？混乱ちょうだい、混乱。四つ星に混乱ちょうだい。こんないの？こんないんだ。四つ星から行くのに。はい。よし。これで2だからあと2つね。それで、マスターノーとかければ OK で。で、あとは、脳天プッシャーがあと1体出るんでね。脳天プッシャーがあと1体。でそこで出てほしいのは結構出てないドラゴンちゃんと、か、おじさんね、おじさん。爪剥がれてるおじさん。よいしょ、はい、お、どうしよう、出ちゃった。まあ三つ星だったら大丈夫だよね。エネルギー上げよう。よいしょ。学者さんはまあひたすら戦いながら誰かが寝たら起こす。あ、そうか、またヘッドホンつけてた。ヘッドホン外す。結構ね、ヘッドホンしてると、お雑とかもね、聞こえるんだけど、意外と、編集、まあ、収録されたやつとかのデータ、編集時に聞くと、そんなに入ってないんだよね。まあ、マイクのおかげかな。ね、ほら、前まで使ってた、こういう、ちょっと、近くで使うやつ、まあ、あれもすごくいいやつなんだけどさ、まあいいやつって言っても安くていいやつね、安くていいやつなんだけど、やっぱこうなってるとさ、まあ、顔隠しにはなんだけどね、顔なんかいらないしね、俺の顔なんかね。そうだけど、なんかこう手元がこうなんかさ、こう圧迫されてこうゲームがしにくいんだよね。こう 下の目線でここに置いてさ、上から撮るためにこう、まあね、手を映した方が分かりやすいじゃない。そうするとこう下目遣いでさ、マイクがここにあると見えないから。ああ、ごめん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 。死ぬ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 、赤戦ってる、こんな死にそう、今のエンブライさん死にそうだよね。あえて死にそうだとかっていうのをこう目星をつけといて、死んでる？生きてる？赤戦ってない、ね、待つけど？どうする？待つけど？ああ、うざい。はい。なんでだろう、盾もないのに。でも、ピクセルと戦ってましたよね。ピクスイート。よいしょ。
あ、言ったっけな、俺。言ってねえか、ボケてんな。あ、そう、このゲームやる前に、あ、死んでる。死んでるし。ゲームやる前に、朝、そう、バイトから帰ってきて、今日ね、言った？ もうゲームやってるとよくわかんない。クーラー掃除ね、来てもらったのよね。で、去年もやってもらって、去年はね、マンションの、なんていうの、よくあるじゃん、管理組合の紹介みたいな形で頼んで、で、来てくれた人がとっても、すごくね、こう、いい人で、で、まあ、清掃の、あ、嘘発見器、清掃の腕も良かったんで、はい、プッシャー。ラストプッシャー、9分。今年は、直に注文、発注したんですよ。で、ほら、暑くなってクーラーね、本格的に使う前に。うわー！あら、ごっく。まあ、これじゃああれだね。一応、ドラゴンのやり方ね。あ、あら、ごっくだったら、まあ、いいか。そう、学者弱いんだもんね。それでやってもらって、まあ、ちょっとこんな感じでっていうのを今映してるかもしれないけど、ちゃんとやってもらって、まあ、梅雨とかね、夏に備えました。まあ、綺麗な空気をね。スフィンクスか。どうする？いらないんだけどさ、まあ一応ね。一応ね。収録してるからね、やりましょう。多分普段だったら、この異様なデザインのスフィンクスはもうやらないっす。グミ食べててもやらない。やっぱり、あんまり焦ってね、登録簿完成させてもね、ちょっとそうなっちゃうからね。で、逆にもちろんあれですよ。登録簿が完成してないお部屋の相手は、やってます。本当か？一、二体だけで逃げてるんじゃないかい？ まあ、忙しい時はそうしてます。皆さんはどうしてますか？はい。あ、あと一個だね、なんか。さあ、このドラ、結局ドラゴンは全部一緒。印、苦手な人は印を見ない。さあ、こいつは強いんだよね。気をつけないとね。覚えてますか？はい。ね。はい。入んない。めっちゃやばいじゃん。525しかないよ。え、ちょっと待って。あ、しまった。学者だ。しかも一番弱い学者じゃん。どう、いや、これ、道理で削れないと思ったもん、おじさん。何やってんだか、もう。これ、しかもさ、これ面白いね。ほら、もしかしたら、学者の弾？学者の魔法のさ、飛びのスピードって遅いくない？一緒？闇払いも。ちょっと今度見てみよう。ほら、弾がヒュ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 って軌跡が見えるけど、闇払いも一緒？学者さんだけかな？ほら。え、ずーっと闇払いでやってたけど、そんな印象がないんだけど。あ、薬使うならこれ学者がいいね。もしさ、学者のほら。あ、いていていてて。だってこれ全く育ててないから、それでも楽勝だね。闇払いだったら死んでるでしょ、これ。ええー、でもさ、だからそうか、だから、あ、おいおい。今ちょっとごめん、白いの見てた。だから白いの見てるとこうなるから、お口見な、お口ね。お口見ると惑わされないから。あ、いかんな。弱い薬飲んだのはいかんな。あれ？嘘でしょ？もう一発殴られたらやばいぞ。ほい。ラッキー。ラッキー。
やばいよ、収録の段階で。ほら、なんか、魔法が飛んでくのが遅くない？気のせい？ちょっと教えて。もうだって、多分、収録以外でこの子と戦わないから。すごい。あ、なんか、マックスになってる。どんどんマックスになってんじゃん。超ラッキーじゃない？たくさんもらえちゃった。嬉しい。嬉しいなぁ。他なんか、あれか。他は、あれでしたね。チャレンジの、何？エクスプロージョンどっか。あ、エクスプロージョンか。チャレンジの遊び道具。遊び道具ここだっけ？あれ？杖。遊び道具の杖。森だから、ここか？違う。あれ？どこ？いや、本だよ、本。杖揃ってましたよね。あ、これだ。見つけた。はい。はい。それで、これで今全部終わったから、プッシュ終わったから、あとは2。森を2回。頑張ります。学者ね。今学者ね。学者で入るか。でも、そっか。学者全然育ててないけど、結構いいね。結構いいや。薬飲むならね。あ、もういなくなっちゃった。え、ランチの時間なんだけどな。みんな、あ、よし。みんな入んないでよ。よっしゃ。あ、やべえ。学者勢揃い。学者勢揃いだー。やっちゃえ。ね、せっかくだから。うん、OK。3人の方がいいね。はい、いいっすよ、こんなの。適当で。でもこういう時にね、あれなんですよね。やっぱり、闇払いの。あ、やっぱりさ、闇払いの魔法に比べると、飛んでき方が、遅いね。違う？っていうか変わった？もしかしたら。アニメーション変わってるわけじゃないっすよね。それがパワーの差かな。気のせい？全くの気のせいかな。教授と学者だけだとなんかもう、硬い対決になっちゃうね。なんでもいい。大丈夫。削れないね。次のも急ぐ早く終わらして、ちょっとだけお仕事したい。よいしょね。だから早くちょっとイベントも終わらしたいなと思って。あれ、このレベルは偉い。レベルがカメラの音声レベルがすごい。うっさい。強いね、屈強なのに。狼にはそんなに強くないですね。森でこれか。はい、いただきます。ガンチャン。あれ、動いちゃった。これ指でここで持ってんだけどさ、動かないようにね。そうそう、エアコンとか掃除した方がいいっすよ。ね、まあ去年も今年も、ほらステイホームでね、クーラーとかさ、冬も夏もよく動いてるんじゃないですか？みんな。みんなさあ、いい。これきついんだよね。しゃあない。自ら選んだ道を進むのみ。なんか、ん？黒カビ？黒とからしいね。で、しかもカビはなんか、もう何百種類ってあるから、って言ってた。掃除の後に、掃除の後の水見せてもらったけど、
もうすごいのも、あのクーラーに、あ、そこビデオあったと思うけど、クーラーにプシューって水かけるから、水が出てくるんだけど、いや、去年はね、ちょっと引き継ぎの、これ引き継ぎのクーラーだから、あの、ルークがね、ルークが いて、で、何年だろう。2、3年かな。2、3年その状態で結構使われてたクーラーだったから、去年の掃除はあと真っ黒だったけどね。今年はね、そんなに汚れてなかった。そりゃそうだ。ほんまにね、私もピーちゃんもね、冷房はあんま使わないですよね。で、まあ暖房も結局、ほら、石油ファンヒーターの方が、温まるのは早いし、暖かいから、エアコンというよりは、クーラーつけないし、苦手だからクーラーつけないし、冬は石油ファンヒーター優先みたいだから、あんま使ってないんだよね。ただまあさすがに夏はつけますよ。夏は、すごく薄くね、つけてます。キンキンになんか絶対に冷やせないし、バイト先とか行っても、まあ、あと、なんていうんですかね、食事に行ったりしてのお店とかね、飲み屋のお店とかも、もう絶対に何、パーカーとか、薄いパーカーとかさ、薄いカーディガンとかさ、薄いセーターとか、ピーちゃんもお互いないと、全然ダメ。もう寒くて食事どころじゃなくなっちゃうんですよね。はい、ラストラストですよ。これ、また学者さん入ってんじゃないの？ほら。ちょっとこれやめとこう。ごめんね。闇払い入ってるかな？闇払い入ってたらステイシュごめん。結構入ってるからごめんね。入り直させてもらう。ほら。これ一緒かな？一緒っぽいな。やめよう。ちょっと恥ずかしいから。何気にしてんだよね。これだろう。よいしょ。はい。マジか。結局同じなんじゃない？ちょっと後で見てみよう。エンブラさんいたからね。はい。ラストです。さあ、これでイベント消化して、お仕事に戻りますよ。皆さんは、今日ね、なんか、今日は火曜日ね、火曜日。初日ね。ボスイベント初日だから、今日暑いらしいじゃないですか。皆さん、どうされてます？大丈夫ですか？熱中症気をつけてくださいね。っていうレベルですよね。これから梅雨来るんでしょ？これから梅雨？まあ、なんか半分、ん？なんだっけ、南の方は梅雨入ってて、まあ、東京は微妙で、みたいな。だって、来週の天気予報見てもあんまり雨マークついてないよね。週間予報っぽいのにはね。どうなのかな？空梅雨は空梅雨でまた大変だしね。難しいところですよね。どうしよう。ダーン！あ、森だもん。大丈夫よ。きっと。どう？ふっ！まあ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 。まあまあ、ちょっと痛いけどね。闇ごとかだったらさ、嫌だけどさ。森読んだからね。はい、お楽ちんだね。あー、はいはいはい。お、すげえな、なんか、金庫もばっかり出まくってんじゃん。弱い方やらせていただきます。いや、でも、まあ、ね、空梅雨も困るんだけど、まあ困るな、空梅雨は困るな、困るんだけど、やっぱりジメジメが一番辛いっすよね。あと私的に言うと、ほら、コロナもあって電車乗りたくない中で、雨降られるとね、自転車出せなくなっちゃうのが辛いから、悩ましい。
悩ましいな。だからあの梅雨みんなに殴られるかもしれないけど、あの午前8時ぐらいから夕方の6時ぐらいまで降っていただくっていうことで、でそっからは止んで、まあ、晴れなくていいです、あの雨が止むっていうので。どうでしょう夜だけ降らないのあれだよね、やっぱり昼が降らないのが活動しやすいもんね。それはダメだね、やっぱな、それはちょっと貧縮だよね。はい、あげちゃうよ、出血大サービス よいしょ。ああ、終わった。私の仕事は終わりました。ボスがちょっと後で見よう。ボスが3日間ぐらいですかちゃんと見てない。どうしようかな。どうしようかなっていうのは、その、どっかの部屋は、どっかの部屋は、コンプリートしようかなとかっていう目標を持たないと、ちょっとこう、足が重いですね。ほいさ、また秘密発見機だ。ああ、そっか、1回だけだもんね。はい。終了いたしました。お疲れ様でした。皆さんはどうですか？ですね。こうですね。じゃあちょっとマスターね、マスター。あ、終わってる。ちょうどいいじゃん。なんか、測ったように、測ってないですよ。そんなね、用意周到な人間じゃございません。はい。これでですよ。あと、2日と14時間だから、3日間ですね。3日間か。へぇー。3日間か。明日水曜日？どうしようかな。どうしようかな。まあ、ゆっくりね。あんまり、そう、さっき言ったように、あまり早く終わらしてもね。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、60円いただきました。防衛術の本もいただきました。これなんか、ボーナスとかあんの？まさか。お。目の下に、ものすごいクマができてるわよ、だって。ちょっと待ってね、鼻、噛む。ほら、やっぱりそんなにね、テスト用にクーラーつけてるんだけど、温度もそんなに下げてないんだけど、つけた途端になんか、全然ぬるいんですよ。ぬるいのに、やっぱり。なんかやっぱこう冷えるっていうか鼻水出てきちゃった。弱いね。なんか寒暖の差に弱いんですよ。これがあれですよ、ジジイになったからとかじゃなくて、もう若い頃からそうで、若い頃からクーラーは苦手なんですよね。なぜでしょう。何？許されざるものの記憶に関わってそうな興味深い面も見られたけどね。なんとかかんとかかんとか、偶然落としてその場また、そして僕は、プラハにある、いにしえの書物のページでいいのかな？書物のページを偶然落としてその場。その場。その場。本当は、ペネロピーに何が起きたか。本当に見下げ、果てた奴らだわ。ふむふむ。何何、そもそもグリムにそんなことをさせるだけのつながりがどこにあったの。長いね。はい。はい。これで、もしかしたら、もういいよ、もう、いらない。うわ。いらないのに。追加あるじゃん。エンカウント、ミーラー、スフィンクス、ボス6、ボス10。なんか、ここになんか死に至るボスとか言っていきなり出たら面白いっすね。だから10体か。これ、6体倒す？あ、動物？ん？
恐れらし動物のボス。恐れられし動物のボス。これ、10体倒せばいいっていうこと？ 16 体じゃなくて。まあいい。あとで。あとでっていうか分かんない。もう。任せた。みんなに任せた。頑張ってくれ。あ、そうそうそう。で、終わったから、あれ忘れないでね。プレゼント。ね。無料のギフトが来てる。あれ？あ、これだ、これ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 。ボススターターキット。ね。びっくりした。俺なんか今まで自動に開いてなかった？最初だけか。あとからやるとあれなのね。おお。グミがね、二つ買わなきゃいけないから、はい、忘れずにもらいましょう。はい、以上でございます。まあ、まだボーナスタスク、残ってますが、3日間、頑張ります。それでは皆さんも頑張ってください。じゃあ今日はこれでおしまい。東京はね、今日暑いから、気をつけてね、日傘さしてやってください。